おはこんばんちは、春川龍でございます。信長の野望波動、今回は甲状腺の防衛のね、様子をご覧いただければと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速行ってみたいと思うんですけども、今回はですね、模擬戦ですね。うちの一門が持ってる B 城を守る模擬戦となっておりますので、時間が指定されていてっていう感じになります。で、まずですね、防衛戦入る前、今30分前ぐらいなんですけども、やることがありまして、防衛戦ですね、基本ですよ、基本ほぼ待ち伏せです。なので今こうやって僕編成部隊あるんですけど、左側の攻撃的な方にが連鎖つながるようにどの部隊も組んであるんですけども、これを逆にします。はい、できました。こんな感じですね。右側に置いてた武将たちを今度は左側に全部移し替えました。はい。これは多分必須かと思われます。じゃあなんで上場戦の時ほとんど僕は待ち伏せを使うかと申しますと、今回このクルリ城で戦うんですけど、これが、縄張り図ですね。見てください。この門、耐久。15,000しかないんですよ。15,000しかない。ここも15,000。もうめっちゃいっぱいあるな、うち。これ守りづら。そう、15,000か2万ぐらいなんですよね、門の耐久が。もうね、戦記族イベやってる方だったら、ある程度わかるかと思いますけど、こんならね、10何部隊と襲われたら、もう、3秒ぐらいで解けます。なんで、待ち伏せにして敵の部隊を止めないと、あっという間に突き抜けられて、戦いが終わっちまうんですよ。なんで、もう、門は合ってないようなもんです、もう、はっきり言って。なんで、もう待ち伏せでしっかり敵の部隊をね、足止めしないといけないと。で、待ち伏せも、1部隊待ち伏せすることによって、敵1部隊の足を止めることができます。なので、もうできる限りたくさんの部隊足止めしとかないと、何部隊かすり抜けていってしまって、奥の要所がやられてしまうので、よろしくないと。なるべく全部隊、待ち伏せにして門の前に所定を置いとくって感じになります。それでもやっぱり敵の方が強かったら突破されちゃうと思うので、そしたら、あれですね、再出撃して次のね、ここ突破されたら、次どこだこれ。これちょっと、形が難しいな、クルリ城。次どこ行けばいいんだ、この辺か、うん。の次の門のところに、待ち伏せ張ると。で、うち今、作戦的には、秀吉とか今川義元持ってる人が、要所の取り返し部隊という形になってまして、普通の人はもう門の前行ってとか、あと細い道のところで、みんなでまとまってね、待ち伏せして敵の足止めをするっていう、門の前かな、うん。っていう作戦になります。要所の取り返し部隊の人たちが結構、フレキシブルに動かないとっていう感じですかね、守りの時は。あとは、敵本陣が、ここと、3箇所はありますが、どこに比重を置いておくかにもよってだいぶ変わってきますよね。で、こう、詰め所のある場所もね、ここ結構テクニカルになってて、ここは良くて、ここも良くて、ここにあるんですよ。敵の本陣目の前みたいな。で、門2つに囲われてるけどさ、これはなかなか変なとこにあるんですよね、これ。で、これ、制圧すると、士気が 5% 上がるんですけど、ここはね。他も 5% かな？ここ 10% だね、ここの詰め所は。5%、速攻 5% やられちゃう気がするんですよね。あと、この辺にも、5%、10%、10%、40%、この宝物庫でかいね。ここの詰め所を捨てて、ここの門の前で守るのがセオリーになるのかな？この辺の詰め所から出て。っていう気がするけど、このマップだと。なので敵は多分左側に集中して置いてくるんじゃないでしょうか、舞台。右側からの方が本丸には近そうに見えるけど、これちょっとテクニカルだよね、これ。これどうやって 100% 活かせ、敵にね、士気 100% 活かせないように立ち回るかっていうのも重要ですよね。あとは参加人数ですけども、押し切られちゃうかもしれない。はい、今作戦をちょっと見てきましたけども、ここの詰所 A は今回はちょっと捨てるような感じになりそうですね。守りきれないよ、この詰所 A。守りきれないよ、この出城みたいなの。僕が敵軍だったら、本陣 C に全員集中させちゃいます
かね。まあ全員じゃなくてもいいか。まあ10人だとしたら、まあ8人 C ですね。で AB11 で本陣取られないように踏ん張ってみたいな感じだと思いますね。で多分、3% か。これ 3% なんだもん。3%、5% で 8P? 11? 51? こっちいかないか。51、54、57、60、70、75、80、83、86、89、99、あと 1% とかか。そしたら多分戦闘の敵部隊倒したとかで 1-2% は行くんで、この右側の門とか全部ひっくるめてひっぱたきで倒せれば、まあ、意識100は行きそうなので、右に集中させてもブワーッとこっち側取ると、まあ余裕があればここの、あ、この宝物庫はマストか。あとこの辺もやっぱ余裕があればね、この辺まで取っていけば間違いなく行くんで、まあこっちに左側まあ捨てますよね捨てていいと思うよ左側、うん、ここ取んなくても 100% 行くんだったら、こっから行ってガッと人数で押し切るみたいな感じで行った方が良さそうですね。はい、それではですね、工場展が始まり申した。はい、じゃあ早速中入ってみましょうか。いやー、めっちゃ久しぶりの工場戦だよ通称 ABC ってあって、A は捨てで B と C に分かれて、 B を先に埋めてからそっからあぶれたら C って言ってたんで、で C の人は多分こっちですね。ねえ、これ、いや、守りづらいよね。二つの門をどう守るかだよね。で、ここも二つの門なんだよね。いや、これ、いろいろあって、難しいな、守るの、これ。この二箇所を待ち伏せで守るのはなかなか難しいよね。もうこの二つの門のこの辺ぐらいで、待ち伏せでやるって感じかな。入ったかな？入りましたね。多分どこまで行けんのこれ。ここまで行けんのかな。あ、ここダメだ。あ、ここは行けるんだ。ここじゃねえじゃん。まあここだと思うんだけどな。承知。多分ね。門しょった方がいいのかな。あ、ちょっと待って、うち全然いなくないこれ。まあね、ちょっと、あ、いるわ。6の9。あ、いるね、結構。あ、おい、そこそこ、その前出すぎ、前出すぎです。あ、クリックできない。もうクリックできないか。あ、できた。この辺の前とかできないのかな。この、三浦さんと同じとこぐらいに行きたいんだけど。あ、できないな。ちょっとここにしとこうか。ちょっと前に出すぎって言われた。やべやべ、もう時間ねえじゃん。出すぎって言われたからこの辺にしとこう。簡単、簡単。あー、クリックできない。悪く、はい、これ一応配置は完了っすね。向こう何人いるんだろうな。うちが8の10、18人か。結構いるな、うち。みんな頑張ってるな、平日の夜なのに。これね、オープニングとね、事前準備の撮った録画から1日経ってます。実はちょっとね、いろいろありまして、工場戦できなくて、1日空いたんですよね。ここ3。3。あー、分かれてきたかな？さ、あ、3、3、3で分かれてきましたね。よかろう。うん、やっぱり前に出て正解だったと思うんだよな、俺も。簡単、簡単。悪くない。さあ、これでね、ちょっと挙動見たいんですよね。戦ってるか、あ、戦ってますね。
足止めしきれるか。足止め1に向こうの数とこっちの数の塩梅なんですけども、左側はあーもう直接行ってますね。あー1人抜けられちゃった。こっちの人数が足りなかったけど、後から来て足止めで引っ張りましたね。まあ何人か抜けられちゃってる。うちの方の人数が少ねえな。まあ大丈夫でしょう。こっちの B の方に、なんだっけ、要所の取り返し部隊の人たちがおるので、向こうもまあ、抜けられないでしょう、多分。まあ、この辺ぐらい取れられるぐらいだったらまあいいって感じですね。あとはね、できれば部隊倒したいんですよね。部隊で。大名ミッションがですね、達成できないんですよね。これアップにしとかないとクリックできないんだよね。倒してないな。あ、後追いで入ったから結構ダメージ食らってんな。城門突破されました。西の城門突破。まあそうなるよね。まあでも大丈夫でしょ。多分これでだいぶ削ったかな。あれ、それで削りましたかね。ちょっと移動しようかな。信長がフランプランしてるね。フランプランしてる。これクリックが難しいね。承知。よかろう。多分これでこっからまた出てくるけど、あ、27万ですね。陣、まあ、やっちゃってもいいと思うけどね。これ全体見てみようか。多分うん、こいつも全然もううちが押し返して本陣行っちゃってもいいんじゃないか、敵の。多分、あ、信長がプランプラン遊んでるわ。終わったかな。ちょっとずつ前に出ようか。承知。この辺かな。動いてる、動いてるね。よしよし、うん、大丈夫そうですね。こっちも落ちなかった。向こうのちょっと門ぐらいはまあ叩かしてあげてもいいんで。この辺はごちゃごちゃっとしてて、俺が倒してるかどうか全くわからん全くわかんない。一応ダメージは出してる風ではあるが、さて、いやなかなかやっぱ敵も強いから、舞台倒すのはやっぱ一苦労だね。敵に回したか。いやこれまあね、そこそこ防衛有利なんですよね、攻城戦って。でしかも人数が思いっきり左右しますんで、守り側もねちゃんと待ち伏せにきっちりやれれば、急ぎ取り返しましょうぞ。まあ詰め所落ちた、まあ取り返してくれるでしょう。あ、信長が落ちた。うち、あ、やっと撃倒したかなこれ。いけいけ、やれやれ、やるんだ。さすがに向こうもいっぱい出てきたな。わらっと、多分ですけど、こっちの陣とこっちの陣がこっちに集まってきてるかな。あ、まあそんなことないんだ。こっちも一人だけこっち側来てますね。お、撃破してる、撃破してる。よしよしよし、粘ってますな我が軍は。敵の本陣落としちゃいたいけど、ちょっとね
あの大名機ミッションがあるからちょっとできるだけ敵部隊を倒したいんですよね。まだまだ時間あるんで、目一本遊びに行きましょうかね。よし、信長復活した。よーし、信長いるぞ。うん、あれか。あ、まあ、まあいいか。うわーったー、ちょっと北条綱重頑張ってるね。まあ足利さん強いのかな、これ。これ1分待つ必要なかったね。押せないクリックできないよ、もう場所でやりたいんだけど。もういいや、この辺に場所がクリックできないね。でも機関で使っちゃおう。めっちゃ待ってる。めっちゃ待ってる。突破されました。悪く。おお、ちょっと粘ってるね、うちの子。だいぶ粘ってるよ。綱重。前全然味方いないんだけど。大乱戦になってる、ね。まあこれだけ足止めでやれば、多分そうそう敵は抜けてこれないですね。これね、敵側が人数が多いと、やっぱ抜けてって、奥に行かれちゃったりとかするんですけど。ちょっとこっちの方が今回人数が多いんで、押してますね。あ、取り返しも終わってますね。あ、サッカー、綱重も。この勢いで、わ、やばい、間違えた。変動が来た。うん。もうずっとこんな感じかな。これだったら多分、5部隊かな、確か、ダイミングミッション。なんとかなるでしょ。信長、これ、通過するときに敵がいたらさ、どうなんのこれ。通過するときに敵がいたら、あ、誰かが足が、待ち伏せで捕まえてたら、通り抜けちゃう？どこ信長？あ、通り抜けちゃうんだね、やっぱりね。なるほど。あー、難しいね、待ち伏せ。でもちょっと、どうすっかな。これ多分戦ってないよね。戦いに行っちゃおうか。ちょっと待ち伏せにしかやってないから。あれなんだよね。うん。ダメだな。ちょっと敵の復活場所に、こう、ちょっとクリックできないよね、これ。クリックできないからさ、待ち伏せが前に行けないんだよね。あ、いけた、やっと。そんな足でここにしよう。信長は？信長突っ込んでった？突っ込んでったな。ここにちょっと再命令でやっぱり待ち伏せにしよう。先行が連鎖しないからね、これでは。信玄は戦ってる。この二人は移動中。うん。待ち伏せもなかなかちょっと初めて今回使うんですけど、うまく使いこなせないな。狭い道だとクリックできねえわ。待ち伏せしたいところにクリックができないっていう、そういう状況に陥っちゃってます。あ、うちの謙信君が倒してくれましたよ。うちのエースが。よしよし、もう敵もここからゾンビアタックするしかないもんね。27万だからね、ちょっと本陣落とすのはきつそうだよね。本陣落としてもあれだよね、撃破の数稼げないから。ここで、ちまちまぶっ飛ばしてとか、いいかなって。宇治安戦ってるよね。戦ってるね。綱重は？綱重戦ってねえの。あ、戦ってるか。あれ？あ、戦ってる。今戦ってるな。もうちょっと前に行かないと、ダメか。ちょっと、これね、ここのアイコンで確認しなくちゃいけないから、大変。あれ、ちょっと、やりづらいよ、これ。クリックできないもん。あ、できた。やっとできた。これはなんか、もう少しこう改良してほしいな。ごちゃっとしてるところ、地面クリックできないから、待ち伏せに向かえないんですよね。でね、今やってた、他のね、味方が、足止めしてる部隊がいたら、行軍してうちすり抜けちゃうんで、戦えないんですよ。あ、信長もだいぶダメージ食らってる。前行っちゃおうかな。
前でよ、お前じりじり前でよじりっじりっと。であるか、うん、こんな感じかな。うん、ジアス、ああ、勝ったかな。この勢いで攻め立てましょうぞ。あ、違う、勝ったじゃない。あれ、ウジアス戦ってんな。ウジアスどこに？ああ、ここに、もし抜けられてるのがいるのか。なるほど。それが今、うちが1対1で戦ってんの。うん。綱茂どこに？確かここか。誰と戦ってっか全然わかんないな。才に溺れ、編纂を怠った結果だ。野望を破り。うん。まあ突破されることはないでしょう。ちょっと全体見てみよう。はい。あ、こっち落としたんだうち。あ、落としたんだね。でこっちに移ったのか、向こうの人たちが。なるほど。でこっちがちょっと人増えたのか。でこっちからも来てるけど、あっちの方が多いな。まあ大丈夫か。まあじゃあここだけ見ていきましょうか。これごちゃごちゃでわかんないよね。まあもう十分倒したかな、敵分。ただな、待ち伏せ特化にしてるからな、陣破壊しに行った時、天砲の連鎖が出ないんだよね。まあ出なくはないんですけど。出たとしてもゴミみたいな戦法しか出てこない。なんで敵軍が出てくる目の前で、あーもうひっぱたきに行ってるね、もうね。あーもうひっぱたきに行ってますね。じゃあもういいか、ひっぱたきに行くか俺らも。承知。反応が悪いな。そうね、スチーム版パソコンでやってるからこんな悪くないはずなんですけど、ちょっと兵が少ねえな、圧倒的に。まあ順位4位っつってた。これか、4位ですね。9パー、まあ、うん、18人いますね。18人って多いじゃん、俺頑張ってんじゃね頑張ってんじゃねえ俺って感じがしますけど。よし、本陣落としてまい。よしよし、ボコボコやってるぜ、ボコボコ。多分連鎖しないことを、あーこれ、あー向こうも中途、あー中途ないからねこのゲーム。でもあーゾンビアタックで引っ張られ始めたかな。主の見立て覆してやろう。ああ、左に行きましたね。さすがに俺一人じゃ無理だぞあ、落ちてる。ちょっとあれだな、これ一回全部引かせようかな。引かせて野望を破り、即時で引かせて、即時で引かせまして、でこっちに陣移動します。はい、でこの子を倒す。あー、あ、違う、承知。よかろう。あ、終わっちゃった。あ、大丈夫かな、4位だったかな。はい、勝利でございました。15分ね、フルで持った感じでしたね。おお、4位だったら上等じゃねえか4位だったらちょっとすげえな。ゆつけさんが 14.37、 三浦さん 12.17、 ひょたんさんが 9.89。 あ、惜しい、 0.02 パー負けたベスト3に入らなかったな。 0.02 パー負けたな、悔しい。破壊、まあほとんど門戸も何も壊してなかったからね。舞台を引っ張ってきまくってたからね。あ、撃破では3位入ってますね。うん。はい。
まあ、あの、壁組なんで、肉壁組なんで、ゆつけさんとかは多分あの、破壊組なんでね、要所取られたら取り返す組だったんで、多分それで少し撃破少なくなってるんでしょうね。それでもそこ1位持ってくるからすげえな。悔しいな、ベスト3入れなかったわ。はい。まあ、勝ったんでよしとしましょう。全然良かった。これで、大名行きミッション、行ったかな？ご確認。あ、行きましたね。よかったよかった。ああ、よかったよ。これで。キッカー元春が手に入った。あとさ、あと一個だけなんですけど、個人目標の属をね、戦後1万5000匹討伐せよなんですけど、ね、個人目標はとっくに達成してるんですが、大名行きの目標が7942しか行ってなくて、これはちょっともう達成不可能だな、これ。これ1万5000って適正なのかな？他どう？皆さん。これ。属1万5000匹倒せって、大名行きミッション達成してる？これ。これ、よっぽど人がいる大名家さんじゃないと、いかないんじゃね？これ。半分だよ、だって。まあいいや。はい。それでは、以上でございます。まあ僕もね、そんなに防衛戦、経験があるわけではないので、汚いプレイングではございましたが、楽しんでいただけたら幸いでございます。はい。じゃあ、今回は以上でございます。今回の動画が少しでも面白かったと思っていただけるようでしたら、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたしますと。それではまたね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。